県坂梨のバイク屋鈴木モーターです。最近ですね、ちょっと1週間ぐらい動画の投稿が止まっちゃってたんですけども、実はですね、思いっきり風邪をひいてしまいまして、もう喉がめちゃくちゃ痛かったんですよ。で、まあ先週ぐらいの話なんですけども、もう唾飲むだけで激痛が走るみたいな感じでですね、やっぱりこう喋るとき声を張るもので、喉が辛いとですね、全く喋れないんですよね。だってなんか鈴木元はですとか言うとなんかあれじゃないですか。そう、バーンって声張りたいのに張れないっていうですね、こうジレンマがあって、まあそれなかなかこう動画が撮影できなかったんですけども、まあもう 100% 完治したので、これからですね、どんどんまた撮影していきたいなと思っております。で、そんなですね、今日は定休日明けの水曜日なんですけども、昨日定休日の時に新しくですね、オークションの業者のオークションの方で仕入れをした3台が入ってきました。1台はですね、そこに今仕上げをしている途中の GSX-R1000 の2008年モデルで、2年くらい前かなに、このバイクと同じカラーリングの車両がですね、当店に中古車として入ってきたんですけども、そのバイクですね、僕は一回売れたら消すとかしないのでずっとアップになってるんですけども、いまだにですね、あの動画のバイクってまだありますかっていうふうにお問い合わせをいただくんですよ。で、まあとってもですね、うちにこうよく来ていただける岩手県のお客様からですね、もうすごい大事に乗っていただいてて、あのすごい僕たちも嬉しいんですけども、でその方に買っていただいたんですけども、その後にですね、実はこれが入る前にもう1台ですね、2週間くらい前にお客様がですね、このバイクと同じカラーリングのバイクが欲しいというふうにご依頼いただいて、うちの方ですね、引っ張ってきてお客様にご契約をいただいたんですね。で、もう1回お代わりをしてですね、こちらの車両を、いや、っていうのもですね、別にお代わりを使用しようと思ってたわけではないんですけども、たまたま状態のいいこの車両がですね、出品されていたの で、僕自身このカラーリングめっちゃ好きなんですよ。ちょっとよく見てみますか。いや、すっげえかっこいいですよ。やばくないですか。なかなか白の R1000、ここまで白い R1000 って見ないですよね。青いラインが一切入ってない GSX-R ってなかなかないんですけども、このカラーリングが超かっこよくて、ちょうど出品されていたのでおかわりしちゃいました。ですので、これで当店でこのカラーリングが入荷したの3台目ですね。で、このバイクは昨日入荷したので、これからいろいろとですね、仕上げて商品としてまたアップをしていきたいなと思っております。まあ今日は全然その途中なんですけども、あとはお客様からご注文いただいたカブ、スーパーカブがですね、1台入ったのと、もう1台はこれもおかわりしちゃいました。はやぶさがですね、またまた入ってきます。先日もすごい嬉しかったんですけども、北海道からですね、お客様が2名いらっしゃって、僕お酒大好きって言ってると、北海道でしか買えないクラシックビールってあるじゃないですか。クラシックをですね、しかも箱でいただいたんですよ。お酒好きでしょって言っていただいて、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。ありがとうございました。で、その方もですね、実際にはやぶさ乗ってるっていうことで、でちょっとはやぶさ乗り換えも検討してるっていうことだったんですけども、いや、めちゃめちゃはやぶさ仕入れてるよねっていうふうにそのお客様が言っていただいてですね、そうなんですよ、うちめっちゃはやぶさ仕入れてるんですよみたいな話をして、でですね、またですね、状態のいいはやぶさが出品されていたので、また落札をですねして、その車両も昨日入ってきて、外でちょっと今洗車してるんですけども、画像があります。これですね、はい、このかっこいいカラーリングのはやぶさが入ってきました昨日。で、これはもうあれですよ、国内仕様で、高年式で、2016年式で、もう5000キロしか走ってない超極上の中古車両で、まあ今国内仕様がもう生産終了して、いまだにですね、新車欲しいって言っていただけるお客様もいらっしゃるんですけども、メーカーがもう作ってなくて販売ができないんですけども、なので今すごい人気が出てきてるのは、この国内仕様の高年式の極上の車両をですね、新車買えなかったっていう方がですね、タイミング的に買えなかったっていう方が今すごい多いような気がします。で、すごい状態のいいこちらの車両が出品されていたので、またですね、はやぶさを落札して、入荷をしていきました。で、こちらのはやぶさはですね、今画像を見てもらうと分かると思うんですけども、ノーマルなんですよ。あ、でもハリケーンのバーハンドルキットが付いているんですけども、それ以外もほぼほぼノーマルなんですね。で、この車両を、まあ、そのまま極上の車両としてですね、販売をさせていただいてもいいなとは思ったんですけども、また僕のですね、まあ、こういうバイクみたいなちょっとカスタム熱がですね、再燃してきまして、このハヤブサをですね、カスタムして商品にしようというふうに思いました。はい。で、そのカスタムというのは、僕が
はやぶさ買ったらこういうカスタムしたいなっていうカスタムとか、あとは実際に当店ではやぶさすごいたくさんのお客様がご契約いただくんですけども、そのお客様方がですね、こういうカスタムを確かにいつもしたいなっていうような人気のカスタムとか、こういうのがあればいいよなっていうような便利なカスタムの方ですね、もう最初にうちの商品の段階でしてしまって、そしてお得な値段で販売をしようっていう方向でですね、今とりあえず入ってきたんですけども、洗車をして明日あたりにパーツもバンバン入ってきますんで、実際僕ですね取り付けをして、その動画もちょっと途中途中でこう細切れですね、ストーリーリストで撮っていこうかなと思うんですけれども、実際もうカスタムの内容決まってるんですよ。で、あのハヤブサは白青で2016年式国内仕様の GX72B という型式で5269キロしか走ってない極上の中古車両です。で、車検も令和3年の7月までついてるんですよ。はい。で、シングルシートカウルもついておりまして、カスタムの内容としてはまずマフラーですね、はい、アクラポピッチのスリップマフラーを装着したいと思います。カーボンですね、非常にかっこいいマフラー、マフラーだけも先に来て、今実際にですね、僕のあの机のところにあるんですけども、もうすごいですよ、かっこいいですね。で、たまたまですね、いつも来ていただくお客様がご来店いただいてた時にそのマフラーが入荷してですね、こう、わあかっこいいとかって言ってて、で、僕はあれなんですよね、マフラーとか入ると後ろの穴の排気口のですね、ところの中の匂いとか嗅ぐの好きなんですよで、ああいい匂いだとかって言ってたら、お客さんがもう変態だねみたいな話をして盛り上がったんですけどもまあそうですね、アクラフビーチはもう買うともう十何万しますからね、はい、それもスイッポンマフラーも取り付けして、あとはやっぱりアクティブのフェンダーレスキット、フェンダーレスもしたいですよね、フェンダーレスキットもつけて、アクティブのフェンダーレスキットをしたときにデイトナのマルチパデイトナのスリムリフレクターキットっていうね、四角のこうかっこいいやつがある、それフィットするんですよね、それもつけて、あとはバックステップも組みたいと思います。ベビーフェイスのバックステップで、バックステップってきつくないっていう方いらっしゃるんですけども、バックステップっていろんな位置を設定できるので、なるべく純正寄りにした方が逆に乗りやすいので、僕はノーマルステップでもバックステップでノーマル側に寄せた方がむしろ乗りやすいなって感じていたので、ハヤブサに関しては。なのでベビーフェイスのバックステップキット、これもですね、ゴールドとかシルバーとかブラックがあるんですけども、まあ、さっきの車両はやっぱりフレーム周りが黒なので、やっぱりそこは足周りが黒に統一してきっとこう締まった方がかっこいいかなと思って、バックステップキットのブラック ABS 用の注文して、それも明日入りますね。はい、あとはゼログラビティのダブルバブルのスクリーン、これもですね、あえてクリアを頼みました。なんでかというと車両が白なのでクリアの方が入るなと思って、白にはクリアだろうと思って注文しました。あとはこれもうちですごいご注文のポッシュのテールレンズ LED のクリアですね。ハヤブサって純正テールレンズこういう風に赤なんですよ、 これ見ると。で、さっきの白い車体になんかここだけ赤っていうのもなんかあれなので、テールレンズをこれ全部クリアに変えて LED に変えました。これも非常に人気のあるテールレンズでございます。あとはやっぱり車体が白だとヘッドライトとかも白でビャーンってなって超かっこいいですよ。はい、ではですね、ちょっと場所を移動してまた続けて撮っていきますけども、テールレンズを変えて、あとは、そっか、さっき言ったところがスフィアライトのヘッドライトレンズとポジションキーをですね、6000キロに統一してバシャンとこうですね、縛るような感じに変えて、あとはシングルシートカウルをつけて、そしてサイドタンクパッドがついていたのでそれもそのままつけて、あとはハヤブサってやっぱり足熱くなるので、そこにカーボンプロテクターとフレームスライダーエンジンガードをつけて製品としてですね、アップしようかなと思っております。これでパーツ代とかコーチも全部含めて計算してたんですけども、うちの商品として販売するにあたって車両代金と登録整備とかいろんな諸費を全部合わせて乗り出しで155万円税込みでですね、販売予定ですので、これからどんどん仕上げてその様子も YouTube にアップしていくので、まあもしですけども、いやそれもう今のうちから買いたいっていう方がいればですね、もう言っていただければ一生懸命整備させていただきますので、めっちゃお得だと思いますよ。ここまでつけたあの状態極上車両で乗り出し155万っていうのはかなりですねお得ですので、ぜひですね商品としてアップなって欲しいなという方いらっしゃいましたらお問い合わせいただければなと思っております。その155万の乗り出しっていうのは車両代金の他に諸費用ももちろん込みなんですけども、納車整備費用も込みで、うちの納車整備はですね、もう安心安全に乗っていただけるようにバッチリさせていただくので、もう10種類エンジンオイル、クーラントブレーキフルード、クラッチフルード、
リアルデキフルードとかの全部新品に交換をして、あとはですね各部消耗品関係も全部見ていって、ダメなものは全部新品に交換をして、カウルとかタンクも全部外してですね、もう中のエアクリーナー、プラグ、インジェクター、スロットブイとか全部見ていって、ダメなものは全部新品に交換をしてですね、バリバリ整備をさせていただいてからの販売になりますので、それも含めたら155万の癒しですので、非常にですねお買い得だと思っておりますので、またその様子もアップしていきたいなと思っております。まあそんな感じですね、今日も一日頑張っていって、またこれからですね YouTube どんどんアップしていきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。では何だろう、何て言うんだろうでは今日も一日よろしくお願いします。